モテットさん、流れ星レモンさんがありがとう。キャキャーン、こんばんは。あわちゃんもレモンさんありがとう。キャキャーン、これリボン出して配信した方が可愛いな。リボン出そう。リボン出しました。可愛くない？今日の、今日のひなちゃんのジャケットリボンコーデ可愛くない？キョロキョロです。よりも顔が可愛い。ベタモメ。ひなちゃん大好きだな。さては、さてはひなちゃんのこと大好きだな。キラキラ。今日はね、おしゃれしました。今日もおしゃれをしました。よろしくお願いします。ハッピー、ハッピー、おしゃれをしてもいい日でハッピー。インフルエンサーですからね。今日インフルエンサーっぽい。インフルエンサーひな。そうなんですよ。今日はね、その卒業コンサートとかも関係するお仕事をちょっと知ってたので、こんな感じでちゃんとおめかししました。さあ、今日はですね、お誕生日の時にいただいたタダの礼を入れておらず申し訳ございません。大変遅れましたが大変申し訳ございませんということで、タダの礼をしていきたいなと思っております。まあ、もうちょっと時間が経ってからしていきますね。こんばんは。そう、みんなが集まったかなと思ったらしていきたいと思います。ごめんね、遅くなって、なんかバタ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 してて、もう書いてたんだけど、ずっと前からずっと前から書いて準備してたんだけど、なんかいい、そのバタバタしすぎて夜配信が多くてね、あんまり夜中にやさん読んでもさ、見れてない人の方が多いかなと思って。そう、でも夜中にしか配信できなかったので、最近はちょっとなんでね、今日はおめかししてるし、ちゃんとお礼言えると思って。そう、日曜のこの時間から一番ちょうどいい、一番ちょうどいいでしょ、一番みんな見てるって感じの時間。みんな見てるよね。ちょっと前より切りすぎてるけど、おんまゆになりそう。そう、司会者、確かに司会者みたいよ。そうなの、テストの時間でお送りいたしております。それではね、読んでいこうかな。たくさんいただきまして、お一人ずつやっていきたいと思います。
まず一人目、じゃじゃん、ゆってぃさん、パワーありがとうでございます。じゃじゃん、好きな素、好きな素だよ、ありがとう。取れたかな、ありがとうでした。はい続いてアキーセブンさん、どうもありがとうです、ありがとうね。好きなそうありがとう、ハート。続いてドリーさん、パワーありがとうでーす。ありがとう、好きなそう。ありがとうだよ。続いてイツさん、パワーありがとうでーす。好きなさん、好きなさん、好きなさん、ありがとね続いてツーさんです、どうもありがとう、ありがとね。ツーさん、好きなさん、ちょついてポンターまるさんでーす、どうもありがとうでーす、ありがとうねー、好きなさん続いておばちゃん、どうもありがとうでーす、好きなさん、好きなしょ。はい、続いてすけさんです。たまありがとうです、好きなそう、ありがとう。続いてトシちゃんです。トシちゃん、たまありがとう、ありがとう、好きなさ続いてパンタヒロアキちゃん、パワーありがとうでーす。パンタヒロアキちゃん、パワーありがとう、好きなさ、にゃそにゃそにゃそ。続いてホテタンの坂道グループイコール生きがいさんでーす、パワーありがとうでーす、好きなそう、好きなそんそん、ありがとう。続いてズッキーさんです、どうもありがとうです、ありがとう、好きなさん以上になります。よいしょよいしょ、ありがとうございました。皆さん、ホテトさん、ありがとう、ありがとうね、こちらこそありがとう皆さん、そっ
遅くなりましたありがとうございました。あのくしゃみです、くしゃみが出そう。はい、くしゃみが出たんですけれどもくしゃみが出たんですけれども、花粉症ということでね、くしゃみが出たんですけど、あのタワーのお礼は配信が終わった後インスタストーリーに載せて、あの見れるようにスクショ撮れるようにしておきますので、インスタストーリーもあのご覧くださいありがとうございます。あ、ミュート得意なんでミュート得意ってどういうことって感じですけど、はい、くしゃみの時はミュートします。うん、あ、ゆてぃさんありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうね。そう、花粉症なんです私は、エブリデイ毎年花粉症、くしゃみが止まらない。じゃあね、よいしょ、またインスタストーリーでもお礼させてください。なんか今日目の下キラキラ入れてるけどさ、今日買ったやつやりたい今日私がお気に入りのキラキラを買ったんですよ。なんかなくなった後ちょっと違うキラキラを今使ってるんですけど、目の下に使ってるんですけど、これがもうお気に入りすぎて、いつもはピンクスパーキリー、ピンクスパーキリー、スパークルだ絶対、うん、ピンクスパークル、あ、確かにタブ変えとこう。4月、なんだっけ、そう、ピンクスパークルをいつもね使ってるんですけれども、なんと何色だっけ、そう、デイリーベージュも買ってみました。ピンクベージュ買ってみて、今日ちょっとベージュが絶対合うのではっていう格好をしているので、乗せていきたいなと思います。ベージュな、かわいい、めっちゃキラキラしてる。ピンクもね、なんかライブの時に絶対使うようにしてるんだけど、そう、最近は違うの使ってたけど、やっぱこれが一番かわいいので使っていきたい。ほら、ピンクかわいい、ガチかわいい、ガチかわいいピンク、ガチかわベージュも買ってみた。よいしょよいしょ、ベージュベージュベージュ、これはねみんな好きだと思うよ。鏡、わー、キランキラン、うわー、なじませます。かわ、かわいすぎる、かわいすぎる。反対も、
高だな。うわー、かわいすぎるー。うわー、かわいい、こりゃかわいい、こりゃかわいい。涙袋爆誕、かわいすぎました、ありがとうございます優勝やっぱこれですな、やっぱこれですな。ピンクも本当にかわいい。ピンクは公園でライブで使います。普段はこちらのベージュを今つけてるやつを使います。めっちゃかわいい、イエイ、めっちゃ目に光が宿ってる目に光を宿わす、やはり自力ではなくメイクを使って目に光を宿らします。これは可愛いぞ、よかったかて。今日はここのキラキラグリッターを買うぞーと意気込んで外に出ましたからね。そうですよ。音が素晴らしいからって。いえいえ。私はたくさんのこういうかわちいコスメたちにも助けられながら、あの美女を保っておりますがゆえにそう、カウント戦いながら、そうだよ、うん、カウント戦いました。今日はね、卒業コンサート関連のお仕事をしてまいりました。気合を入れて誰よりもやっぱ卒業コンサートに誰よりも熱を入れていると思ってもらえたらいいかなと思うぐらい熱が入ってるので、はい、やりましたね。まだまだやることいっぱいなんですけど、頑張って進めたらいいなと思います。みんなにはね、楽しんで帰ってもらいたいね。先端ももう来週、マジか、生誕祭早いね、あっという間だね。瀬田さんどんな感じなんだろうな、楽しみだな。なんかみんなにいろいろいつも準備してもらうじゃん、どんな感じなんやろう泣かしに行こうって泣かしにかかるよ、私の卒業コンサートは。うん、絶対に泣かす脅迫、絶対に泣かすからな脅迫ひなちゃん、うん、確かにラストお話会も近づいてるねってね、それな、泣かそうとして自爆するいや本当にその可能性は大いにありますね。もう感情を殺して卒業コンサートしないと全部私泣いてるかもみたいなところある。うん、泣けって言われたらいつでも泣けるよっていう状態だと思います我慢するけど、うん、最初からね
全部最後まで全部泣いてたら意味わからんからね、我慢するんですけど。そう。うん、さすがに我慢します。私あの我慢するはできるようになったんで、涙を涙をあの子犬のようにあの我慢することはです、ね、慣れたんできるようになったんで、はい。うんうん、なんか準備しなくても泣くよハンカチ持っててくださいね皆さんね。そろそろ始まりますから、コンサートチケット受付がそろそろ始まりますよ。ガチガチで始まります。始まります。はい。号泣してカメラ込まれたらどうしよう。どうしようかね。頑張って。うん。ここに。ここに給水パッドみたいな置いといて給水してもらうか。うんうんうん。お、 iPad で見たら可愛い顔が大きく映ってしまう。確かに iPad で見たらなんかさ、わかる。私 YouTube とかもたまに iPod で見たら、え、こんなに大きいんやってなるiPod ってなんかちょっと大きいよね。うん、ハリプツー可愛すぎませんか。よくお気づきで、前にちょっとショールームで見てただけなのに。今日はハリプドーです。中のブラウスはハリプドーではありません。リリーブラウンですけど、スカートもハリボーを着ております。でもこれにさ、ロングブーツ履いたけどまだちょっと寒い。今週が寒いんだと思う。でもちょっと先取り感あったな。うん、寒寒だった。ちょっとあ、暖房つけるの忘れてる。なんか寒いなと思ったら省エネ中今。うん、ジャケット着てるからね大丈夫なんだけど今気づくの遅い。うん、ジャケット着てるから大丈夫だった。暖房ついてない。いや本当にさ、よく私暖房つけ忘れるんだよね。なんか帰ってきたらさ、ちょっとの時間あったかくない、なんか部屋帰ってきてもさ、ちょっとの時間部屋あったかく感じてさ、でどんどん寒くなってつける。いつも省エネです、えらい。うん、そう。わかる。そう、外よりはなんかあったかいんですよ、部屋の方がやっぱり。
でどんどん寒くなる。なんでなんやろね、変わらんはずなのにね、部屋の気温変わっとるんかな、帰ってきた時より。いや絶対変わってないやな。体がない、そう体が外の寒さに慣れすぎて一時大丈夫。でも暖房つけようかな。暖房つけようかな。足が末端冷え性すぎてるから暖房つけよう。ついでにゴミも捨てて。よいしょよいしょ。今開けたばっかりのメイク道具の芝居に行きます。加湿器加湿器ただいま。全部やってきたぞ。偉いでしょ。ペペってやりますよ、自分のやれること。加湿器しないとね、暖房つけたらいつもね、加湿器をつけた後はね、いつこの加湿器の水がなくなるのかわからなさすぎて、これ出る大丈夫っていつも気を使う。どう、なんか 見えたりするか。あ、でもまだ全然あるやん。全然やった。まだ全然入っとった。ここで見れるんじゃ。ここで見れるんだ。まだ大丈夫だった。そうさ、部屋の片付けしとってた。加湿器にアロマパッドみたいなのが存在してたことを思い出して、そう、加湿器のなんかこういう取り扱い説明書みたいなやつお掃除してたらさ、出てきて、あ、そういえばこれアロマパッドついとったと思って、アロマパッド再開してる。いい匂いを出せるやつ。トリセツ読んだ時は覚えてたのに、なんかいつの間にか忘れちゃってた。アロマパッドと思って。匂い強すぎるとかない、ないね。なんかほんとでっかい水にこんぐらいにちっちゃいやつ染み込ませるだけだから、そう。超忘れる。
夏とか多分使ってない時期に忘れてた私その存在夏はさすがに加湿器使わんやん。逆にジメジメしてますけどみたいな、多湿ですけどみたいになっちゃうかな。使わんやん。その時に忘れとったんや、アロマパッドの存在をきっと。思い出してよかった思い出してよかったすぎる。うんうん、ねえ、お部屋いい香りだとリラックスできるね。わかる。私は匂い大好きなんで、匂いフェチ、超匂いフェチなもので、うん、ディフューザーはずっと置いてる。ディフューザーはずっと置いてるけどね。どんな匂いが好き？なんかこれ何の匂いなんだろう。甘いいい匂いでもバニラの甘さはあんまり好きじゃないの私。なんかこれ嗅いでほしいもんね。私の今のこの手を嗅いでみて、みんなこの拳を嗅いでほしい、みんなに。そう、ちょっとシャボン系の匂い、なんか甘いけどシャボン系の匂い、なんだろうこの匂い、ちょっと見てみたい。これの成分表見たい。ラストノート、ラストノート見たい。なんだっけ、なんだっけ、これ、待って、これキャンドルのやつも出とるんや。買おう今度。いや、キャンドル出てないな、この匂いじゃないやつ。まあ教えないんですけど、何を使ってるか教えないんですけど、アンバー、ムスク、バニラ、ストロベリー、ピーチだって。アンバーってなんだっけ。甘い香りはお香のような香りか。確かにアンバーみたいな匂いかも。ムスクは大好き。ピーチ、アンバーとムスクとピーチが強い気がする。バニラとストロベリーあんまり感じん、ちょっと感じるけどアンバーとムスクとピーチの匂いが混ざったやつが好きです私。はい、なんかいちごとバニラあんまり感じん。アンバーとムスクとピーチです。はい、ムスクのなんか香りの説明難しいな。調べたら出てくるかな。文字にするの難しい。ムスクを石鹸やシャンプーの香りと似ている表現をする方もいれば、甘い爽やかなローズの香り
という人もいるっていう香りです。だから石鹸とシャンプーと甘い甘い爽やかローズの匂いがムスクです。そう、めっちゃむずい文字にすると。でもこれがこの世で一番好き。トップノート一番最初の匂いがレモン、アップル、リリー。なんか今よりももうちょっと深くないさっぱり甘い匂いがするやつで、ミドルノートがジャスミン、ヘリオトローブ、石鹸、ミューゲ、ローズ。もうちょっと甘くなったってことで、ラストが多分甘々になった匂いなんですけど、これめっちゃいい匂い。これ一生好き、一生の香水です。一言でひなぴょんの香り、そういうことです。でもこれとあれ何の香りだろう。ヘアミストもね違うのつけてるんだけど、あれは何の香りなんだろう。あれ分からん、ヘアミストってトップノートとかないのかないのかも。ヘアミストはないか、確かに香水しかないか。難しいですね。難しい成分しか書いてなかった。まあでもお花みたいなお花みたいな香りです。ズッキーさん飴ありがとう、ペロ。サムキさん結婚してありがとう、結婚。うん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 、キャンちゃん自身がいい香りするな。そうマジか。私自身はうん、ミルクの香りがするかもね赤ちゃんうん、みんなは何の匂いが好きなの。うさぎの香りクスちゃんは草原の匂いがするよ、めっちゃ。草原、本当にあったかい、太陽の日だまりの浴びた草のなんか本当に柔らかい春を感じる香りがクッションはします。ほんまにむずく、柑橘、うんうん、ベリー系いいですね。クシュンバー寝たの。クシュンバーね今日はひなの部屋に一瞬いたんですけど出て行きました。線香の香りわかる。線香の香りって落ち着くよね。私も線香の香り好きそう、ラストノートに入ってたもんね。
鳥線香やばい。蚊取り線香はやばい。うん、お香の方やで。うん、お香、お香。毎日線香焚いてるけど死滅してないと思うけどな。うん、なんかそんなに長時間焚いてませんから、短時間ですからね。食べ物も含めて何の香りが好き？食べ物か。いい匂いがするって街を通って思う匂いは、むずい。何だろう。焼肉。パン屋さん、確かに。え、パン屋さん大好き。待って、それ言ったら私ケーキ屋さんの匂い大好き。あのケーキ屋さん、もうケーキのあの匂い、ケーキ屋さんのあの匂いめっちゃ好き。シフォンケーキの匂いかな、あれは。シフォンケーキの匂い、あの匂い大好き。ワクワクする。ケーキ屋さん入るたびにワクワクしちゃう私。そう、でもやっぱ焼肉屋さんの香りは一番食欲が増するよね。あ、焼肉だーってなる。あ、焼肉ーってなる。焼き鳥もいい匂いするくない？やっぱ焼肉、焼き鳥は強いな。うなぎ？うなぎの匂いってそんなわからないけど。あびゃまーめーめーめー。確かに今この話題するとお腹すくうって確かにすぎる。うなぎは好きですよ。あの子も好きですよ。うな、あるな。マネキン、マネキンって何？夜ご飯、私今日食べてないな。もにゃもにゃもにゃ。あとでスープ飲みます。そうします。やはりスープ。金木犀の香り好きな人多いよね。私も金木犀の香り好き。なんか秋を感じる。
秋を感じます。ラーメンいいなラベンダーの香りっておしゃれやな、あの香りはな、おしゃ香り。焼き鳥はタレを押しよう、どっちだろうな。なんか本当にタレしか勝たん人間だったんですよ。でもこの二十歳を超えてから私は塩も好きって感じの気持ちになったんですけど、でもやはりタレの方が好きかも。うんそう、なんかもうタレしか頼まんぐらいの勢いのタレ好きだったんですけど、塩も頼むけどタレの方が多いですね、やっぱり。はい、やっぱ20を超えてからね、舌がっていうか、あの芋タレ、すいませんねこんな話って感じなんですけど、芋タレかわいと、うん、ちょっとね重たい、うん、びっくり、胃にもたれる。25を超えると塩しか勝ちませんリアル、リアルなとこね。うん、それはあるかも。私もだって本当にタレしか食べませんだったから、だからこの感じがもう塩になるんだろうなってちょっとわかる。うん、やっぱね、年を重ねるってこういうことなんだな。うん、焼肉は今はタンが一番好きかな。タンばっかり食べますタンのいっぱい食べたい。うん、タンいっぱい食べたい。うん、やばい、タン食べたい。今すっごいタン食べたくなってきた、やばい。お腹減るな。わかる、仙台で食べたタンおひなもめっちゃ美味しくて忘れられないもんね。タン食べに仙台行きたいレベル。うん、ご飯なしで焼肉いける。もし全然ご飯なしで焼肉いけるんよね。ご飯じゃなくてサンチューあるじゃないですか。サンチューと一緒に食べるのも大好き。うん、基本ご飯頼まないかも。なんか土鍋のご飯だよって言われたら、ああなんかちょっと食べようかなぐらいな感じご飯に、焼肉にご飯みたいな、そんな食べない。うん、わかる。タンは麦飯が合います。めっちゃわかる。ダメだダメだダメだ、今すごくタンが食べたい。私は食べれないのにもうこんな時間に。うん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 、白米、なんか白米、私白米苦手なんかもな。なんか白ご飯っていうものがあんまりなんですよね。なんか
お置いてないと無理。なんかこうおかず、おかず、うん、お供だ、お供をない、ご飯苦手。うん、あ、味がついたご飯はだーい好き。なんなら玄米みたいな玄米とかの方がなんなら好きみたいなところあるか。うん、ふりかけあげるって、ふりかけも好きだよ。ごま油少しかけてあるご飯とかって、何そのご飯、食べたことない。おいしそう、ごま油は何でも合うからよちゃんの好きなねご飯のふりかけはのりたま。やっぱふりかけといえばのりたま、のりたまといえばふりかけですな。でもちりめんパーティーさんでいただいたちりめんふりかけも大好き。うん、鮭フレークに少しごま油をかけると美味しいよって、美味しそう。鮭フレークって美味しいよね。ちいちゃい頃鮭フレーク好きすぎて鮭フレークばっかりかけてた気がする。うん、私が一人暮らしし始めたな、もううまうまご飯を作ろうと思っているので、自炊自炊してうまうまご飯。和食いっぱい作れるようになりたいな。うん、別に作れんわけじゃないけど、レシピ見たら大抵のものは作れるけれども、なんか自信を持って提供するみたいな和食欲しい。うん、明太子入り鮭フレークは美味しいよね。あれあれ美味しい、大好き。うん、明太子大好き。お写真投稿してほしいって、上がるかな。やっぱそういうひなちゃんのプライベートのところはあんまり見せないかも。一番得意料理いつも聞かれてオムライスって答えちゃう。なんかオムライスはもう一番得意。うん、なぜならオムライスがでもまずくなることってないんですよね。そうなんすよ。そう、最後にケチャップでキュロンみたいな、スーキーとかかけるし見た目もいいし、うん、絶対に。で、味もいい、絶対に美味しいし、みたいな。
そこだけはぶれてない。でもなんかママが作ってくれた料理で本当に美味しいと思ったのが鶏ハムなんですよ。ママが作る鶏ハム本当に美味しすぎて、鶏ハムの作り方を送ってもらったのね。いっぱい鶏ハム作ってやろうと思って、鶏ハム工場しようと思って、やっぱりうまうま。え、鶏ハム本当に美味しいんですよ。レシピは内緒、非公開。やっぱね、その鶏ハムとなんかお味噌汁みたいなのが本当にやっぱね美味しいよね。もう大人になって味覚が変わりすぎて、ザ・シンプルみたいな、ザ・体にいい味みたいなの方が好き。本当に乳麺とか好き。ザ・シンプル、やっぱ日本人なんだなって感じます。はい、ずっとでも洋食が好きだったのにな、ま、ずっとハンバーグとかオムライチとかなんだ、なんか洋食大好き、揚げ物とか洋食ずっと大好きだったのに、なんか本当にね、本当に魚の方が好きみたいなところあるしね。中学生の頃から和食しか勝たん。早い。もう本当に生粋の日本人を感じております。20を超えての気づき、私は生粋の日本人なんだということ。あ、でも最近アサイー食べたくて、なんかアサイーが売ってあるとこ行ったら、今予約でいっぱいでって言われて、追い出されてからアサイーが食べたくてずっと。ここ2週間ぐらいアサイーが食べたいって思ってると。アサイーボール私食べたことない気がするんだよなーと思って、なんか食べたいと思って2週間ぐらい食べれてない、追い出されて。まあ予約いっぱいなんですよって。あー、そうですかーって追い出されてかな。ね、タリーズのやつもアサイ出てたしね。でも普通にアサイボールが食べたいんだよ。なんかフルーツとか乗ってる、いちごとかバナナとかなんか乗ってるやつ、あれ食べたいんだ私。チョコとかも乗っててほしい。アサイ食べたことない、ひなも食べたことないと思う。
遅い日食べたいです。あとポキ丼ポキ丼も食べたい。急に海外、急に海外和食大好きっていう話をしておきながら急に海外をね話す。わかる。ひなもアボカドそんな好きじゃなくて、サーモンとエビとマグロが乗ったポキ丼が大好きで、サーモンエビマグロと野菜みたいなポキ丼美味しいよね。ハワイ、ハワイ行きたいんかな私じゃポキ丼も食べたいしアサイも食べたい。アサイってハワイなのかな、なんかハワイっぽい県、ハワイハワイかと思ったけど、私ってハワイ行きたいのか。やばいぞ、判明したかも。ハワイかも。ワイハワイハ。ハワイっていつでも暑いんかにね、確か。ハワイって確かそうよね、いつでも夏よね。夏に行ったら暑いだろうな。ハワイでモテちやがす岩田選手がかな海外受け、私そんな海外受け顔じゃないと思うけど。ハワイ、そうだ、そうだ、雨が多いんだハワイは。海きれいなとこ行きたいよね。でもね、やっぱね、海で夕日が沈んでいくのをポケーって眺めたいよね。だから沖縄でもいいんだよな。やっぱり瀬戸内の海綺麗なの、そうなの、わかる、わかるよ。沖縄綺麗だよね。昨日飛行機心配なんで。
ダイビングしてる途中で酸素ボンベなくなって死にかけた思い出、怖すぎる怖すぎる。絶対にダイビングとか避難したくないけど絶対したくない。うん、ダイビング嫌い、ダイビングやん、落ちたくないなんかこう上に登るのは好きだけど上から落ちたくはないって感じ。うん、え、沖縄でアカネ見た思い出ってびっくりだよそれはアカネ見たの面白いくしゃみでしょ。沖縄コレクションね、それかい。プライベートかと思った。いいね。びっくりした。よいしょ、ただいま。皆さんのお友達って認識、お友達です、私のアカネは友達です。なんか最近アカネが山口に行ってて、お仕事で、その新幹線で行ってて5時間かかって、本当に辛すぎて、ひなちゃんはこれをやってたんだと思ったら本当にすごい偉いって褒めてくれました。うん。ねえってきついよね。うん。山口までの新幹線は辛いよねって言いました。うん。なんかもう寝るっていうのができるんだったらいいんだけどさ、なんか寝れない時もあるじゃん。そういう時本当にきついですよ。本当にそうですよね。確かに。うん、お友達。うん、確かに。まさか移動とか寝不足。そうね、東京の仕事はもう寝不足確定だから
そう、移動は大変だけどね。でもお仕事自体は楽しいからね。移動ってなるけど移動ってなるけど、お仕事は楽しいです。確かに東京住むならこの大移動なくなるね。私やっぱり福岡にはさ、飛行機で行ったらすぐ行けてさ、飛行機のあの何て言うんだっけ、飛行場か、飛行場は福岡都心にあるからさ、もうピュッて行けるもんね。そうだから私定期的に帰ろうと思ってますわかる、おちりシックスパックに割れちゃう、めっちゃわかる。そろそろおちりが私のシックスパックになるのではって思いながらね、毎日乗ってるけどね、そんなことはなかった。7年間、そろそろ私のおちりがシックスパックに割れても不思議ではないなと思ってたんだけど、この7年間毎回でもちゃんと2つだった。2つ、1つ、お釣りの表現って難しいけど、でもお釣りってすごくない？こうずっと座ってるわけじゃん。で頭とこの上半身をもうお釣りが支えてると言っても過言ではないのに、なぜお釣りって柔らかいんだろう。え、すごくない？普通に考えて真剣にどういうことって感じじゃない？だって頭上半身支えとるのに座っとる時おちり、なんでおちりって四角じゃないんやのみたいな、ね、なんで柔らかいんやのみたいになってきたの。待ってよ。すごすぎんか。ねえ、まあ、なんでなんやろうな、超不思議になってきたな。わかりません、人間の体というものはね。だって人間の体でなんかまだ解明されてないなんかあるじゃん何だったか忘れたけど、ほら目とかなんか解明されてないこといっぱいあるみたいに言うじゃん。そんな感じですよ。なぜおちりは柔らかいのかなぜおちりは柔らかいのかっていうのは解明されないのかな、やっぱり。左胸書いて送る、おもろ。不思議がいっぱいだから、この世界には。
知りませんって。お尻の尻できた。うまいな。この世界はわからないでいっぱいね。どれなん、わからないことだらけ。詳しくなりたいね。でもそういうちょっと雑学みたいなやつ。詳しくなりたい気持ちもあるよね。うん、知らない世界だらけ。なんだろう、何を知らないだろう私って。今思ったけど、なんだ、なぜ人間の顔に、目と鼻と口をつけたのか。脳との距離、え、確かにそれだ。だってこの辺に目とか、この辺に鼻、後ろに口とかなったら確かに脳との距離が遠いからか。後ろにも目が欲しい、切り替え機能。確かにこうしか見えないじゃん。まあこの辺も見えるけど、この辺しか見えない。後ろ分からんもんね私たちね。確かに。でもこの辺にさついとる動物を、クシュちゃんとかこの辺についとるわけじゃん。後ろも見えるように。そうはならんかったんだね。やっぱこの辺ではないってなったんだね、なぜか。ああなるほどね。草食動物は弱いからだきっと。やっぱり肉食動物たちに襲われる弱い存在だからこうつけられたの。私たちは肉を食べる、いわゆる肉食動物であるから。ここでいいんだ。なるほど。やっぱその辺はね、神様がね、能力として分け与えるんで、平等にするためにちょっとでも。やっぱり、ちょっとでもこの世界ね、生きやすい世界にするために。肉も、肉食が目がここについている最強バージョン作らないようにしているな。ねえ、平等大事。平等大事だからやっぱこの世界。今日の配信レポート難しい。哲学の話。神ですが理由はなんとなくです。神いた。
まもなく1時間半経っちゃって、まだやりますよ。まだやるよ。私配信でさ、その思い出のものたちも段ボールに詰める配信したいって言ったじゃん。いつがいいかな。早めにしたいから。やばい、美容院予約するの忘れとったけど。おーくわびー11、明日11、明日の予定。ビンボンバンボン。あんまり夜になるのはダメだ。ちょっと予定が来てないだと。明日の予定どこだ。あっと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 。明日は夜だ。とっても夜だ。どうしようかな。明後日かな。明後日みんなで一緒に お片付けしようかな。この T シャツはね。T シャツぐらいだよね、見せれるの。あと本だ、雑誌。でも T シャツでもうその日終わりそう。うん、 T シャツめっちゃあるから。雑誌だ、本だ。雑誌編と T シャツ編を作ろう。まずは雑誌編みたいな。うん、まあ T シャツからかな、やっぱ。うん、この服をね、一旦どうにかしたい説あるから、まずはちょっと T シャツ編を12日に行いますので、あの皆さん、あさっての配信ではたくさんの T シャツが見られますよ。もう同棲してる配信一緒に荷造り。そう、え、何枚くらいある、分からん。ほんまにいっぱいある。うんうんうん。お片付けだけで15時間配信。え、無理、私の集中力が続かないよ、そんな15時間も。でも昨日もちゃんと掃除したよ、私。タンスやるって言ったじゃん、タンス。なんか1個だけやるタンスとか言って、何個タンスしたっけ、1、2、3、4、5、5個のタンスやったよ、私昨日。えら1回やり始めたら止まらんのんやけど。うん、一回やり始めたらなんか止まらん、こうなってしまうんやけど、どういう性格。なんかもうやっちゃおうってなっちゃった。うん、もうやってしまおうみたいな。スイッチ入って5個ダンスやりました。えら、寝てないでしょ。寝たよ今日はね。7時間ぐらいは寝たよ。うん、多分。うん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 。ね、A 型なんだと思う、そういうとこだけ。そういうとこだけ A 型。中途半端が嫌いなところ A 型かもしれない。ちゃんと寝てるよ。
睡眠が大事だからね。ちゃんと寝ましたよ。うんうん。でも大型どんな感じなんやろうな。大型の想像してるけどわからんな。でも大型1個やるって決めて1個やったらそのまま疲れて寝てそうだな。肌ツルツル。今日ねみちがくれたね、みちがあの誕生日プレゼントでくれたね、なんかクリームチークみたいなの使ったんですけど、すごいほっぺがツルツル。ほっぺがすごいツルツル。インスタ用に撮ったの私と思い出してインスタ更新しようかな。撮ったはずなんだけど、あれだ、みち、その私の後すぐ帰っちゃってツーショット撮れなかったんだ。そういう時あるよね。インスタストーリー用の自撮りでも撮るか。どのフィルターにしよう。どのフィルターにしようかな。私が最近気に入っているのはね、これ。え、どうやって見せるの？みんなにフィルター見せること不可能だこれ。ショールーム映したら後ろの画面が、後ろの背景映るもんね。ダメだ、お気に入りフィルター。でもこれだとなんかやりすぎな感じになるな。インスタこれかな。決め顔。いや、やめよ。やめた。このお洋服はまた外におるときに撮ろう。自然光がいいですから、やっぱり部屋で撮るよりかは自然光をキラキラさせながら撮りますね。
ってないね今日。まあまた切るだろうなと思って撮ってない別に。うん、メールに今日の自撮り送ったぐらいで本当にあの2枚しか撮ってない。今日メールに送った自撮りあの2枚しか今日のビジュは撮ってないよ。パシャーって撮ってパシャーってその撮った瞬間に送った5枚10枚撮ったうちの2枚じゃないよあれ。もう今日2枚しか写真撮ってない。そのまんま、うん、忙しかった。そう忙しかった今日バッタバタしててビャーって撮ってすぐ送った。うん、焦りながら移動中は焦りながら送ってるからメールはいつも。それであの出来びっくりだろ。買い方好きすぎてメール見て叫んだ。嬉しい、かわいい。横毛長い。でも切ってもらわねばいかない。病院予約しないの。渋滞してる。やりたいことが困った。後ろは切りませんがね。生誕祭の前には絶対に切りに来ますからね皆さん。この毛も切らなきゃ。今巻いてるからちょっと短く見えるけど、あとはこんぐらいでいいかね。うん、こんぐらい切る。ここも長い。うん、こんぐらいでいい。でここも長い。こんぐらいでいい。ビヨンビヨン髪の毛ビヨンビヨン整理しない。やつゆめちゃん、やつゆめちゃんはね4月になるかな。待っとってね。ちょっとゆめちゃんするね。髪の毛今こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。いい匂いする。髪の毛ブンブン振ったらいい匂いがしました皆さん。バネって珍しいでしょ。なんかジャケット着たらさ今日あげないと重いかもって思ってポニテにした。おろしの気持ちだったんだけど重いかも。なったんだよ。ポニテかわいい。ポニテしたらでも褒められること多いかも。ポニテはねでもね世の男性がポニーテールが好きなこと、私はアイドルになって学んだからね。好きなんでしょ。どうしてそんなに可愛いんですか。可愛くてごめん。
おろし屋好きなのいた。そんなことないでしょ。うん、やっぱポニーテールが一番こうおってなるのって、いつもおろしている子がポニーテールをしたらおってなるんじゃないですか。皆さんそうなんですよ。どうせいつもおろしているひなちゃんがポニーテールしてたらおってなるんでしょ。いつもポニーテールだったらそのおろしてる時におってなるんでしょ。ひなちゃん知ってるんだから。みんなってそうよね。それはそう。ひなちゃん知ってるんだから。うん、ロングだった日のチューショートになった時のお知ってるんだからそうなるって。ギャップに弱いんでしょ。やばい、充電があと 20% しかないって。モバイジュー持ってこようかな。モバイジューさんをよ。私今日8時半から始めたよね。8時半だよ。90。11時まで配信したいけど。止まった？おーい、みんな帰っておいでー、帰っておいでー、帰ってきたー。あ、帰ってきてる、よかった。え、私8時半から寝てね。2時間半ぐらいはショールームしたいんだけどって思って、11時かなーって今思ってるんだけど、合ってるよね。8時半の2時間半後大丈夫だよー、よかったよー、合ってるよーって。ありがとねー。じゃあちょっとモバイル充電持ってくるねー。ここに多分入ってるよね。まあ、ただいま。土曜日の星座サイクル楽しみだなって嬉しい。待ってる。ひなちゃんも楽しみ。超楽しみ。めっちゃ楽しみや。おわ。ポテトさん、思いを届けありがとう。ただいたよ。スピーチ緊張する。いつも毎年緊張するスピーチ。あんま期待しないで。期待しないで。プレッシャー怖い。期待しないで。本当にやめて。本当に期待しないで。うん、絶対にやだ。うん、期待しないで。
かっこ切れ気味お願いしますね皆さんね、ゆるい目線でお願いいたします皆さんね。本当にプレッシャーに弱いからです。一人で喋るってプレッシャーに弱いから私、いいこと言えないからよろしくね。去年もうその場で思ったことを言ったの私、何も考えずなんか今まで考えてたんだけど何も考えずに言ったんだけど、なんかそれが本当の言葉だなって思って、今年も何も考えずにその場で思ったことを喋りたいと思っておりますので、本当に期待しないで、そうよろしくお願いいたします。ちょっとさすがに卒業コンサートとかで話す言葉はちゃんと1から100まで決めて話そうと思うけど、生誕祭の時はねその場で思ったけど、思いをこう話そうって思いました去年去年思ったんだ私。アドリブで話すんでね、期待はしないでください。はい、20歳はなんとかかんとかで、こんとかこんとかで、思ったことを話します、ね。はい、緊張しちゃうもんだってなんか。え、そうなの、消えてもその時感じたことと変わる、わかる。そうなの、去年以降、去年より前はずっと私は決めてお手紙書いて言って、でなんか言い終わった後に、あ、これも伝えたいなとか思ったりしちゃうなって思っちゃったなって思っちゃって、でも手紙を書かずに出るって怖ーって、みたいな、頭真っ白になって何も喋れなかったらどうしよう、怖ーって思ったけど勇気出してみたの去年勇気出してみたら、あ、意外と自分の言葉で伝えれるな、みんなにちゃんと言えるなって思ってびっくりして、意外とできるなと思って、こっちの方がいいやんと思って、そう、緊張するし、手紙書いた方が緊張しないんだけど書いてある言葉をね読んで伝えたらいいか、緊張しないんだけど、やっぱり伝えたいことをね、その時思ったことをね言いますわ、ほにゃ。経験と自信、本当になんかいつの間にか成長してる
私っていいって思います。うん。思いって結構相手に伝わるんだなってことをひねり教わったね。えなんか意外と伝わるよね。拙い言葉もあるかもしれないけれど、その思いって、だって私卒業発表のスピーチもなんか真っ白だったから頭ほぼ真っ白みたいな、はぁってなってたんだけどでもみんなにはちゃんと伝わってたから、うん、ちゃんと伝わるなって思いました。ね、嬉しい。ねえ。本当に気持ち伝わった。よかった。言いたいこと話したって感じした。でも、うん。なんか本当に私はさあもう授業とかも絶対に当てられたくない、もう人前で話したくない、もう絶対に人前で話したくないみたいな人だったんだけど、でもいっぱい人前に立っていっぱい人前で話してなんかいつの間にか話せるようになってた。だから人間って経験を積めば苦手なこともいつの間にかできるようになるんだなって思います。うん。え、手も震えるし声も震えるかもしれないけど私足も震えてたと思うけどでも足も声も震えるけど小鹿生まれたての小鹿になるけど、でもちゃんと言葉にできるなって緊張はするよ、苦手だし、うん、めっちゃ緊張するけど、うん、なるべくそういうことから逃げてます。私も本当にそういう人生でしたから分かります。なるべく緊張することはしたくない人前に立つことをなるべくしたくないって思うよね。分かる、うん。今も特別にその自信があるわけじゃないんだけど、めっちゃ緊張するし、ね、だけどでもみんなのみんなへの伝えたいことっていうのは、うん、言えるようになったな。だからみんなもこんなひなちゃんでもできるから、みんなもできる、みんなもできる、絶対にできる、うん、
できんことはないこの世界に。何でもできる。頑張ってくれ。みんなが不安に思うこといっぱいあるかもしれないけど、こう仕事とか、学校とかいっぱい不安に思うこといっぱいあるかもしれないけど、みんなはできる。緊張して人生充実しました。よかった。今後自分に不安でいっぱい。大丈夫だよ。なんかできんかったとしても、なんか無理だってなったとしても、何年か後には必ずやその失敗も経験だったなって思える時が来るなって私は思うから。だからいいんだよ。そう、不安に思いすぎてなんかこういろんなことにチャレンジしたりできないな、なんかできないってなったりするのはダメだなって思った。やっぱり自分を成長させるのも自分しかできないから、失敗してもいい。そう。でもやりたくないことはやらなくて、これをやったら自分成長できるなって思うことで不安なことはやった方がいいけど、やりたくないことはやらなくていい。本当に。え、これして自分に何の得があるんだろう。これして、これ全然自分のしたいことじゃない。この先ずっとこれやらないといけないなら、なんか自分やらもうやりたくないみたいな、そういうのはやらなくていい。あなたが思うやりたいこと、成長できることなら何でもやったらいい。
ちゃんがいつでも応援してるから、みんなのことを。うん、いつでも応援するよ、応援してるから。うん、手数をかけて辛い時期を乗り越えられます。いつでも助けるよ、うん、私はなんか、みんなのこと好きだから、うん本当にみんなのこと大好き。そばにいるから、そう、私がいつでも味方だからね、うん、偉い偉い、みんな、うん、大丈夫。なんか今日なんか今日仕事でいっぱい語り散らかすとか、みんなにもそのモードを入れてしまってごめんね。語り散らかすとか、今日語り散らかしたからね。詩人モード、そういうこと。今日のいなちゃん詩人モードに入っちゃうから。この人生ね、生きててね、ここまでひなたのことをね好きで応援してくれる人と出会えて幸せなんだよね。だからみんなのこと幸せにしたいんだ私は。うまくいかんこともね、難しいこともなんだなんだこれはってなんだなーってなる日もあるけど、いっぱいあるけど、みんなの存在が私は本当に大切だし、絶対に幸せにします。うん、幸せにしたい。本当だよ、卒子の挨拶みたいになってる。
まあ感謝や愛を伝えるのはなんぼがあってもいいですから、なんぼ伝えてもいいですからね。はい、なんぼ伝えたって足りないんで、なんぼ伝えたっていいですから、はい、いっぱい伝えさせてもらいたいね。すいませんねって感じなんですけど、聞いてくださいって感じまだ伝え足りないんで聞いてくださいって感じで、いっぱい伝えていきたいと思います。はい、うん、うん、なんかちょっと別の議題なんですけど、これはこれちょっと別の議題なんですけど、私すごい生きてて、上から目線な人と人にありがとうとごめんなさいが言えない人っていうのが、うん、とっても許せないっていう議題うん、これ、ね、本当に許せなくて絶対に今の班にもそういう人はいないんですけど、一生そうならないでくださいと思います。はい、うん、本当にいっぱいいるんですよ、人にずっと親から目線ねありがとうの感謝の気持ちが伝えれなくて、うん、間違ってた時に、いやでもこれこうだったんでみたいな言い訳してごめんなさいが言えなくてみたいな人が本当にいっぱいいるんですよ皆さん。はい、皆さんは絶対にそうならないでください、これからも一生。ありがとうとごめんねは大事だよね、めっちゃわかる、いや本当に大事。